てめえが妹を守るだ？笑わせんなよクソガキ。あの日初めて浮かした時も、この施設に来てからも。でも大丈夫だよ。お兄ちゃんが守ってくれるから、私、もう化け物でも大丈夫。夢が食後に見せる表情がたまらなく好きだ。上気した顔、いつもと違う大人びた表情。生き餌になったのも悪くない。一人でいると倒れてしまう。二人いれば倒れないかもしれない。お兄ちゃん、だから何があっても嫌いになったりしない。話さないよ絶対。夢は俺の妹で、俺は夢の兄ちゃんだ。